もう開幕戦不足ねえよ。かかってこいよ。ホームか相手の。キックオフまでもうしばらくお待ちください。どのシーンだよ。ないだろそんなシーン。あったかルカクに決められたシーンないぞ。なあ。ちはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。よし。実況は私西岡明彦。来た。ソボスライもいるやん。いいね。いいよ。いいよいいよ。まあどんな形であれベスト尽くそう。必ず勝つとは言わない。相手も相手で強いから必ず勝つとは言わないけどベストは尽くせ。情けない守備はするな。情けない攻撃はするな。な、後悔しないね戦い方をしましょう。守備側はもっとボールに行った方が良さそうです。もっとボールに行った方がいい。チェルシーが入ってきました。いい形です。チェルシーが入ってきました。チェルシーが入ってきました。チェルシーは空いてる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 。何してんだよ。この失点は嫌です。ガラ空きやったやん。一人で局面を切り開いてますね。あ、じゃあコリンズだ。これは頼もしいでしょう。コリンズ何してんの。コリンズ、コリンズがよくねえわ。トラオレ行こう。選手を獲得しましたね。いや今ぶち切れたけど、はい、ナイスフィジカル。ナイスフィジカル。今そぼすらいか。デビュー戦が楽しみです。ロナウド同点ゴールが決まりました。これでゲームは今の対空時間よ。かなり白熱した。今の高さと対空時間、これがクリスティアーノ・ロナウド。見ました、これこの距離からよ。このクロスの先には味方がいます。これよ。そしてこのヘディング、サイド選択。いやもうちょっとやめてやめて、戻りたいんだけど、戻れないんだけど、戻っていいって、もう戻っていいんやって。もういらんことした。ウルブスです。ウルブスで大丈夫です。オリジンの実績はいいか別に。クッケ、なんか待って待って待って、これ俺が操作なってる。ちょっと待って。ちょごめんって。ちょごめん、本当にごめん。ちょサイド選択とかいらん画面押したからやん。もう戻れるようにしときよな。なんで一回サイド選択の画面入ったらさ、どっちか選ばないと戻れねえの。そんな怖いことするなよ。感染してるプレイヤーが著しく少ないんかな。1対1だからね。これ負けてたら、ね。負けてたら、おいおいと。おもんなこいつってなったけど、一応同点だからな。同点だから別に再試合では別に文句はないでしょ。これは。チェルシーさん、やっと迎えましたね、今日という日を。そこ後ろ下げない。いいよ、いいよ。監督にとって、そこすらい。いいパス出た。いいパス出た。見た、今の。今のパス、お前。いいの出たな。トラオレも今、完璧な抜け出しだったぞ。いいの出たな、今の。リプレイを見てみましょう。あれ、ソボスライか。このスルーパスを褒めるべきですね。いいの出たなぁ。いいんじゃない、ソボスライ。ロナウド、ロナウドソボ、あ、うまいな。ロナウドもうまい、今の。トラオレ。トラオレいいよ。トラオレ、いいキープ、いいキープ。いくつかあります。ナイス。相手をさらに引き離すゴール。これで2点差です。ちょっと再試合良くなかったかもな。ちょ、ごめんなさい。再試合から別チームすぎて。再試合から別チームすぎるわ。ネトとトラオレが決めてるわ。いいね。ソボスライとロナウドがウルブスアシストしてていいわ。なんか、まあ、これはねアシストトラオレなんだけど、ソボスライとロナウドで中盤ねしっかりつないでいけてることでね、やっぱネトのゴールとかも生まれてるから、トラオレのチャンスメイクも。どうします、狭めたからさ、今、うまー、トラップ、うまー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 、そぼすらい。トラップからのパス、うまー、うまー、そぼすらい。真ん中、真ん中、打てる、打てる、そぼすらい。ちょっと、ちょっと、さらに追加点を上げられる。レベチかも。ちょ、レベチかも。さすがやな、さすがやっぱ特性6つは違うわ。
ちょっとこの後半ちゃんと改めて気引き締めていこう。ルカクがここまでは苦しんでいます。貢献できなかった。実力のある選手ですので、ルカクチームを引っ張らなければいけません。言われてるぞルカク。今日はポジショニングと言いますか。やばいルカク貢献できちゃうよ。危ないな。ここはしっかり当たらないシュートでした。貢献されるとこだったな。危ない危ない。契約できましたね。ネベスヌエスの中盤にソボスラーだからな。クラブの将来性、やばい、貢献される。選手側が魅力を貢献されるよかもしれません。ナイスナイスナイス。ここはクリアされました。するだけでなく、ナイス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 。サリバいいね。サリバよかった。今サリバも輝いてるよ。何してんのネベス。ネベス何してんのよ。格好つけんなよ。貢献される貢献される貢献されるよ。ディフェンスにナイスナイス。コリンズナイス。しかしまだクリアしていません。意図的にナイスナイス。ナイスカット。エメルソン通っていたら危ない場面でした。エメルソン試合終了。このリーグ戦は彼は素晴らしい。本当にいきなり番狂わせを起こしてくれましたね。フレンドリーからすごいね。エメルソンがいいよ。見られていただけに嬉しい勝利になったんじゃないでしょうか。ブーイングしろブーイング。このチームはダークホースになる。おいチェルシーさん、チェルシーさん、ちょっと弱いんじゃない。気持ちいいわ、チェルシーのブーイングが。体に染みるわ。ふさわしい活躍見せることができませんでした。おいおい、見てねえわ。レポーター見てなさすぎる。なんで俺こんなやつと会話しないといけないの。ねえ。ヤフコメじゃないんだからさ。ヤフコメもしかして、このレポーター。ちょっとレポーターがヤフコメすぎる。推定4900万で移籍すると驚きのニュースが入ってきました。この選手の移籍金は格安だったことです。うん。アーセナルファンには複雑な思いがあるようです。あるサポーターはバカなことをしたと思います。あの選手なら交渉次第でもっと高額を要求できました。それを資金にしてチームを強化できたはずです。彼の穴をどうやって埋めるつもりでしょうか。ふん。わめいときはアーサル。おせえよ、もう。最近とても調子がいいですし、気分も乗っていますから、ブライトン戦では控えに回りたくないです。ウェブスター。検討します。メンバーはまだ決まってませんが、発表前にしっかりあなたの希望を検討します。すいません。岸田総理選法です。検討します。すいません。岸田総理選法でいきます。とりあえず検討します。チェルシー勝ったからとか言って舞い上がるなよお前ら。油断が禁物よやっぱり。すぐ調子乗るからな、やっぱうちの選手たち。すぐ調子乗るから。そぼすらいいよ。ロナウド、そぼすらい、そぼすらい、そぼすらいいね。いいパス出た。うわここは、いやまあ今のむずいな。今のいいパスだけど、あれはちょっとトラオレからしたらむずいわ。あれはやばい。三笘来てる。三笘来てるぞ。エメルソン。エメルソンいいね。ナイスナイス。オフサイドじゃない？オフサイドやな。さすがにオフサイド。ロナウド。サウジアラビアじゃないってここ。恥ずかしい恥ずかしいこの画面。相手を待ってあげないといけません。サウジアラビアじゃないんだからさ。まあ今はちょっと事故かな、でも。あそこでカットすると思ってなかったかもしれない。確かに。ソボスラいいよ。ロナウド曲がってるよ。なんてパスだ、おい。ちょっとちょっと、ボールを失った。なんてパスすんのよ。ちょっと今の何今、もう現地サポーターのあれでしょ。もう手上げちゃったもん俺今。現地サポーターと一緒気持ち。なんてパスだって手上げちゃった。いいね。ボールを前に運んで、そぼすらいいよ。もっと中入れ、中入れって。シュートを打たせてるやん。ボールだ。中入れって。先制点だ、決まった。もうそぼすらい決めるやんで、ね、みんな待ってたやん今。あ、そぼすらい決めるなーつ、みんな待ってたやん今。ねえ、中入ってやれよもっと。まさか。で最後の取り手、あいつがさ動かないんだよな。こうほら、よそ見してるもん。ほらこれよくないだろう。よそ見してるやん、ほら相手ディフェンダー。あ、もういいや、つって。よそ見してるもん。もう奥のディフェンダーもよそ見してるもん。ほら。ネットは歩いてるし。危ないっつってみんなここで集まったな。
ここになって危ないと思うんだな、みんな、やっぱ。ルベン・ネベス。ちょ、ネベスも何してんのよ、おい。ちょ、ネベスとヌネスがたるんでるなぁ。ドリブルで前に三笘、三笘来て、三笘、おい、三笘。打ってきた。ナイス、ナイス。ブロックしました。お前、この前、リアルのブライトン戦みたいなことなってたぞ、今。危ないぞ、今。そうです。ヒシャン行け、ヒシャン。ヒシャン行け、ヒシャン。ヒシャン頑張れ。ヒシャンいいよ。シュートが決まるか。いや、惜しい。キーパーの素晴らしいタイムに突入です。ウルブサポーターが、すごい盛り上がってる。いつも以上なんかピーピー言ってる。ちょ、荒れてるな。うまくかわしました。ウルブサポーターが、ピーピー言ってるわ。危ないぞ。危ない危ない。ナイスブロック。攻めどいいよ。攻めどいいね。勝利したのはホームチーム。素晴らしい。勝ち点3も獲得です。期待にたがわぬ活躍を見せてくれましたね。そうする、あれ見せられたら変えられねえよ。かなりマークされていたものの、一瞬の隙を見逃しませんでしたね。ペップが試合見てるわ。あの勝ち越し。じゃマンチェスター取られるな、じゃあ危ないな、ちょっと。前半が始まり。見てんじゃねえよ。どうぞ。サリバーデビュー戦で、さ、いや、もういいや。まあ、頑張ってたよ、サリバーも。ディフェンスできてたって別に。ディフェンス用か確かにむずいけどさ。試合見てたらそんな厳しいこと言わんでもいいけどな、内容としては。新しいで気をするのはそんな簡単じゃないんだよ。舐めるなよな。じゃあ新しい職場初日から輝けるんですか、あなたは。レポーターのあなたは。あなたが転勤したとしますよ。初日から輝けるんですか、じゃあ。輝けないだろう。同じこと聞いてんだよ。